皆さんこんにちは。いつもお世話になっております俵屋工房の高橋龍馬です。ご覧になられてお気づきの通り、手の動きが変ではないでしょうか。このように鉛筆を握ることもままならない状態です。実は2日前の6月17日にこの肘の上腕の部分、三頭筋というのがございまして、ここから手の付け根の間までの神経がストップ、麻痺してしまったということで、この手の先が動かなくなってしまったということです。原因は長い間酷使してきたこと、あるいは圧迫による神経の炎症ということでした。今まずは「あ」という字で形を正確に表現できるかということと、右の目の方では形とともに筆圧がきちっと調整できるか、発病後2日後の状態を記録した映像です。絵を描く者にとって利き手が不自由になるということは致命的なことでありますが、決して治らない病気ではないということで、ほっとしております。今までキーボードの右側にあったマウスは今は左側にあります。パソコンを打つことは当日は大変でしたが、1日2日もしますとこのようにだいぶ慣れてきました。発病後2日目の手の状態です。このように手の外側には曲がらない、この場合上には手が曲がらない。だいたい1週間後またこの映像を通じて記録してみたいと思っております。このビデオでは第1回目ではデッサンと絵の具の紹介、第2回目は下絵、第3回目は仕上げ工程といった展開でリハビリを通じての手の回復経過を収録して公開する予定です。今描いている手は発症してから2日目の状態ですが、勇気を出してこの絵を描いてみることにいたしました。同じような症状や障害のある方への励み、あるいは参考になれれば幸いです。それではまず白のカステルで富士山のデッサンを描いていきます。このビデオを参考にされて描かれるときは油彩画の道具一式があれば大丈夫です。富士山の原始、いわゆる描くときに参考にする資料はお気に入りの富士山の写真やスケッチがありましたら、それをもとに同じように描いてみてください。使用しているキャンバスは俵屋工房特製の手工キャンバス、 SP シリーズはプロ仕様のオーダーメイドです。徐々に富士山の形にはなっていますが、通常時とはだいぶ違う動作となっています。それでもペンを持って描けるということが撮影中とはいえとても楽しく感じながら描いています。これは発病前に描いた1600年代の絵画の複製です。俵屋工房のラピスラズリと白で描いた空、同じくラピスラズリと黄土色で表現する緑、自然でとても美しく発色しています。こちらは現在開発中の古典技法には欠かせない平筆の小筆です。私が知る限り世界一の性能と品質です。一日も早く発症前の手の状態に戻したいと思っています。同じような症状の方も勇気と希望を持ってご一緒に頑張りたいと思います。指で鉛筆を持つことはできるのですが、手首から指の付け根までは全く感覚がありません。ペン先は肩と肘を動かして動きを調節しています。手首の角度によってはこのように不安定なところもあるので、安定する角度を探しながらドローイングしてみてください。白で表現しているところは富士山の雪の部分と輪郭です。白を強調しているところは光が当たっている明るい部分です。
後にこの部分は油彩絵の具も少し多めに絵の具が盛られるところであります。さあ、これで大方のデッサンが準備できました。続いてこの作品に使う油彩絵の具をご紹介いたします。ベルギーブロックス社のブレイクホワイト。お見苦しいかと思いますが、あくまでも不自由な手の状態を記録しておりますのでご了解ください。次回の収録でも同じ動作を行って回復の度合いを比較したいと思っております。イエローウォーカー、バーントシェンナー、マースブラック。このビデオでは高価なラピスラズリを使用していますが、一般に市販されているウルトラマリンブルーの油彩絵の具でも十分に表現することができますのでお使いください。次回は約1週間後の6月25日に下絵の制作と第2回目の収録を行う予定です。どれくらい回復しているか私自身も楽しみにしております。それではどうぞお楽しみに。